ラブサタです。です <laughs> ラブサタ四百七十三回目。 いやーもうハンザの話が尽きないね。面白い。いやーあの裏話読んですごい面白かったわ。あそういうのがネットに出てるんだその？なんかネットに出てて、うん、なんかその香川さんにインタビューをしたら、うん、笑わなかったんですかって言ったら、うん、リハの時点でもうカットってなった瞬間に、うん、もう酒井くんが笑ってくれてって、うん、<laughs> で全部やるたんびにちゃんと笑ってくれたからって <laughs>。 <笑>,笑ってくれたっていうよりはもう笑っちゃうんでしょうね笑うすごいよあんな演技さんでもあれでまた笑わない精神力ってすごいよねいもだってみんなそうでしょだっても酒井さんだけじゃないじゃん <laughs> <に>きっともうね <laughs> もうそれこそさ福田さんのさドラマだったらみんな笑ってるよねきっと <laughs> 最近ねみんなね、うん ちょっと私もあの親バカ青春白書にもちょっとやっぱねムロさん素晴らしいねムロさんいややっぱり佐藤二郎さん出るんだなって思いましたけどね1話でねちょっとゲストみたいな感じ出てましたね出てましたけどいやムロさんのあの演技も本当好きだわねあんなでもちゃんと演技もできるじゃん佐藤二郎さんもだけどちゃんと <laughs> あれちゃんと演技してるでしょ。<laughs> けど、<laughs> もうさだってあの義彦、うん、といいさ砂<ー>のかななのかもみたいなところ。<laughs> こでもなんか室さん内にはちょっと割とこうむ全部室さんになってる感じもあるよ。でもほら大恋愛はちょっと違ったじゃん。そうなんだ見てない。と大莉香さんと。あどうだった。まああのちょっとあのね。 なんか睦まじいところはああいう感じではあったけどねやっぱりちょっとシリアスな部分もあったから、うん、ああそうなんだ意外とねうんちゃんと演技してるんだね、うん、はい <laughs> 私の大好きな空飛行方室もあ<ー>まあ意外とはい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 、はい はいうん、でもやっぱ室さんの持ち味殺して欲してくないよ、ね、<laughs> そうねかところどころ出てきちゃうんだけどね、うん、溢れ出てきちゃうからそれやっぱ最大限に活かせるな福田監督なんだよ、ね、ううかんないだって奥様がね、うん、佐藤二郎さんと室ロ氏だけは手放すなっていうぐらいだから、うん、<laughs> そう福田 <laughs> さんの奥様が <laughs> いやでも確かにそうだねおっしゃるぐらいです,ですからね、はい、さあ皆さんから。はい えー、快速アサミさんありがとうございます、はい、通常放送ありがとうございます、うん、いや皆さんもね大変な状態だと思いますけれどもね,ね今週のラブサタポカリスエット,ットと発言をずってもらいました <laughs> 言葉のオットット快速アサミにはありませんが、うん、名言カード入りは確実ですねないんですか意、えー、外とちょっとね割とある気がするす増えちゃうやつあるけどもね あと2週前の「ラブサタ」でのシャチ最強伝説の件あさみさんのイメージにバッチリハマってますねそうですか特に恋愛に関しては、はい、<laughs> だからあさみさんも憧れるんでしょうねあさみさんもある意味最強ですあさみさんに見つかってしまった旦那様お疲れ様です <laughs> ってどういう意味ですかそれは <laughs> いやー、シャチね。うん、いや、本当に水族館行きたいな。もう暑すぎて。<laughs> ねえ、でも今って。 っていいのかな。多分あの人数制限、予約制とかじゃない。事前にわからないけど、うんどうなってまあでも確かにね人数制限しないともとんでもないことになるね夏休みとかね。そうかそうかそして肉まき人間さん、肉を食いまくる男、肉まくんでもういろんな名前があるからね肉まき人間さんね。 さて勝手にキャンプレポート第2回 2>、うん、今週は2回キャンプに行ってきました、うん、私のキャンプのメインは焚き火と夕飯ですが、はい、当然メイン食材は肉、うん、前半の長野では豚肉串に刺して焚き火にちょっくびで1時間ほどゆっくり炙ってローストポークに、うん、美味しそう口の中でほろっと柔らかく肉汁もだらーで、うん、初めての試みでなかなかの出来栄えでした付け合わせのじゃがいもにバターを忘れたのがちょっと失敗、うん <laughs> 後半の愛知では 牛肉表面を焼いてジップロックに入れて熱湯に15分ほど浸して、うんえー、粗熱を取ってローストビーフに付け合わせの玉ねぎと舞茸を炒めてソースを作り、うん、もう一品生のホルモンに適当に下味をつけて網焼きに、うん、ビールに合いそうだけど私は下戸 <laughs> 飲めないんだね肉食いまくった幸せなキャンプでした次はいつ行こうかな、うん、ではまた来週ということでもう美味しそうなお肉ってさ うん、これ焦げないのかなって思っちゃうんだけどいつもでもほら焼肉屋さんとか行っても結局そうじゃん網焼きとかでさ網焼きでああそっか,、うん、かそっかそっかそうだねすごい油がねそう,かそうだからもう たまにさキャンプファイヤーみたいな本の柱の炎みたいなのがでたりするチェーン店で氷出されてあの火がなったら氷をって言われて氷と思ってびっくりしたことはありましたけどねでもあったかもそういうところ確かにうわぁ美味しそうローストビーフめっちゃ美味しそう料理上手 料理上手とか焼いてる <laughs> 焼いてるっていうだけなんですけど <laughs> でもほら火加減とか難しいよそ,うそ,うそれこそ意外と焦げちゃったりするからねうんうん、うん、中がね、うん、火が通ってないのに周りが焦げちゃう場合があるからね,ね難しかったですいいなキャンプいいな コーラね、やっぱコーラだよねキャンプはそうしかもほらお酒飲めないからいうそうだねさらにジンジャーエールかコーラじゃん、ね、<laughs> <に>炭酸は必要だよねそうそうはい。シュワッとしたいからね、うん、そして、えー、本放送お疲れ様でしたラジオネームブーブーブルさんあ ありがとうございます続きはウェブで待ってました <laughs> せっかくのリクエストなので続きの第2章お話しします、はい、営業部から電子事業部に異動になったオイラは受け入れ検査を担当することになりました、うん、これは誰もできる仕事で、うん、半日で仕事が終わってしまうので、うん、午後はパソコンで遊んで過ごす意味でした。<laughs> 残業もなく定時で帰れるからいいかと思い半年過ごしましたそんな時期に社長から呼ばれ高度事業部の部長が定年で退職するのでお前にチャンスをやると言われ高度事業部の責任者をやれと言われましたが嫌ですと即答ですっぱり断りました続きは第三続きの第三章は来週のラブサタで大気になるでも第三章で帰り咲くのかなっていうことじゃないここで帰り咲けるはずが嫌ですってことも言われてる えーでもそこが結構あれなのかなきっとブーブルさんにとってはそうだねきっとあまりちょっとこの責任者はきび、うん、厳しいというか危険な香りがあったのかなかもしれない何かを感じ取ったのかもしれないねこ、ねね、の缶ってやつですかね、うん、いやーー気になる気になる本当に半沢直樹みたいになってきてる。<laughs> なんで断ったんだろうね。なんだろうね。そこもちょっと気になるところです。そしてえっとブランスアタ本放送からの引っ張りでございます。そうなんですよ。本放送で本当に読みたかったんですけどね。すいません。時間がなくて。ええラジオネームショコラさん初めましてのねメッセージなんです。お風呂で毎週聞いてくださってます。土曜日のこの時間にお風呂っていいけどね。朝風呂の人はね確かに出しちゃうから。 え突然ですが私大変太っておりまして、うん、ある時から激太りしまして、うん、で母に「そんなに太ってどうすんの?」とたびたびひどい口調で言われておりました <laughs> はい、はい、ある日もやっぱりそう言ってきたので、うん、あんたがおいしいもんばっかりいっぱい作って食わせるからよってこちらも強い口調で言い返してやりましたよ、うんうん、そしたらその勢いに応戦しようとしていた母でしたが、うん、よく聞いてみたら「あれ自分褒められてる? <laughs>」って気づいたようで <laughs>。 気持ち的に振り上げた拳を引っ込めて微妙な笑顔になり、はい、そう来たかって心の声が聞こえた気がしました。<laughs> いやーこれはお母さん、ね、嬉しいよ逆に、うん、みたいな <laughs> <笑><笑>ね急にねでもさうん、うん、なかなかさ振り上げた拳ってさ、うん、<laughs> 下ろすの勇気い,い,よねいるね <laughs> どう。 どうまいみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 素敵な夫婦だわいや素敵なご関係でございますお母さんと、ね、そうだね <laughs> ショコラさんチョコレート好きなのかなきっと <laughs> 私も大好きですよ、うんね、でもやっぱさコロナでさみんなやっぱねコロナ太りはあるよねあるよ食べちゃうものだってどうしたってで動か,、ね、動かないから、うん、そうなんですよだってやること食べるぐらいしかないもん、ね <laughs> おうちで運動しなきゃいけないんでしょうけどね。とはいえねなかなかできないのよね。いやもう私さ本当はさ放送のとこ放送でさ話そうかなと思ってたねその「そうきたか」っていう案件で。そうきたか案件そうきたか案件でみっちゃんね言ってるけどあのうちの娘のね花江さんが。 花江さんはですねその本当にあのみっちゃんがさ漫画で見た、うん、あの育児漫画で見たね背 <laughs> 中,、ね、中で見てるからみたいな感じのお話なんですけど、うんまあ、夜一緒にこう寝てるとディズニーがあの天井に映るそういうでやってるよね,ねそうそう,そう,う、ね、プラネタリウムではないけど、うん、ああいう感じのものがあってシアターみたいなのがあって、うん、でそれをいつもつけてディズニーとか見ながら寝るっていうのが習慣なんですけど。うんうん でそれをまあね白したらねあのちょっともう前半ですよもう全然そんな30秒ぐらいしか経ってないのに「<laughs> あのねあのはなちゃん寝るけどあのはなちゃん寝ても聞こえるからつけといてね」ってて。<laughs> <laughs> 寝てても聞こえるんだそうです彼女は <laughs> だからつけといてねって言う分かった」って「もうそうきたか」って思ったけど「分かった」って言って横でグースか寝てる娘を横に私は姫を見るしかないいっていう, <laughs> そ,うそういう時に限って消すと起きるんだよね、うん、ちゃんとねそうなのあの本当消したのよあ寝たなと思って <laughs>、うん、し消した?」さすがだね。 ほんとにじゃあもう一回つけようかって言って手つけるっていうねもう本当子供ってねそういうとこあるよねあるすごいね、うん、本当に背中で感じてるんだろうねそうなんですよあとねどうしてもこう自分が急いでる時とかってさ、うん、子供子供を合わせようとするじゃないうん、うん、親のタイミングとかに。うん でやっぱりもうイライラしちゃうんだよねどうしてもね、うん、こうモタ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 されてると、うん、基本子供ってモタモタしてるしょすぐ違うことに興味いちゃうからねすぐやらやれちゃったってやらないじゃない、うん、でも,もこっちイライラしちゃってさあもうとかって言うとママもうって言っちゃダメだよもうはおじさんだよって言われて <laughs> 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 あーなるほど <laughs> さすがだね本当とね <laughs> そうそうかもう確かにもう牛さんだねって言って <laughs> ママ牛さんじゃないねって言って <laughs> ちょっと和むねでもねそうなのちょっとねなご怒,怒りもスーって収まってくるんだよね, <laughs> ね子供ってすごいなって思う本当に,本当に <laughs> 私あの話も好きだったけどあの旦那さんにちゅうちゅうされて、うん、<laughs> <laughs> もうまさにそうきたかじゃない本当にいやもうね仲良しなのはいいんだけど、うん <laughs> チチチチュュュュッッしてて人で入りなにそうそうでももうパパも嬉しいじゃん娘にチュッチュチュッチュされてもうチュッチュチュッチュしてるさしてたら急にさ声になってなかった旦那の声がんか「そんなことある?」って言って。 衝撃だったの。そんなに。ちょ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 ち急に。くっさって笑って。あれあれはね私が見ててもうあの可哀うだなと思いましたよ。それぐらいの勢いで言ったんだね。そう。すごい力強く言ってたからね。あれは笑っちゃ面白いよ。ショックよりもなんか面白さのなってたけどね。 あれもやるじゃん、うん、おめでとうっていうそうだねあ <laughs> あったあったたれもねあの旦那が、ね、花枝が寝てる時に、うん、もうすごいぐっすり寝てるからと思って、うん、あのチュッチュッチュッってやってたら急に「おめでとう」。<laughs> <laughs> 何がだ起きてたのか寝言なのか分かんないですそのまま寝ちゃったから。<laughs> なんだろう100回目100人目,100人目とかだったのかなとか想像を超えてくる本当におめでとうっていう <laughs> やめてじゃないのおめでとうってい,う <laughs> いや本当大きくなった時が楽しみだよそうねもう今ね、うん、モアナが大好きでもうほらモアナのディズニーのねのねあ本当だ モアナのののの格好ししてんのあらえそ衣装どうしたのこれはねあの義理のお姉さんが買ってきてくれて、うん、あらすごいよねこのなんかモアナの、うん、えとネックレスっていうのかなうん、うん、あの石をねあのデビティの石心 <laughs> が入ってる <laughs> ネックレスなんですけどちょっと飛行石っぽくなんだけど ね、すごいさ、なんかスタイルがいいからさ、そう本当に <laughs>、うん、ちょっとかっこいいもんね。かっこいいでしょ。<laughs> なんか雑誌の写真みたいに本当に。<laughs> そうなんですよね。ね <laughs>、えー、うん、おしゃれさねもうあとはもう次女のこの髪の毛の爆発の仕方がすごいっていう, <laughs> う,、ね、う写真をお見せできないからねほんとに申しゃれないんですけど。LINE を送られてきた時に「あのうちで踊ろう」っていう藤野、うん、源さんのね曲に合わせて大泉洋さんが「ああ!」 自分の,あの髪の毛はい、はい、これすごいなこの髪って言ってるのと <laughs> あの同じぐらいの, <laughs> らいの、ね、髪の爆発具合だね <laughs> <う>頭がメデューサそう髪の毛が本当に一歩一歩ぐらいのそう,そ,うそうなんですよいや本当すごいわまあね子供は きないね。ね、娘二人あのね本放送でも猫ゴロリさんのね、さんの女の子がね優しく振られたんだね。刺さるな。刺さるね。刺さるよね。もうなんかストレートに来るから余計じゃない子供だからね。そうだね。言葉選ばないもんね。子供ってね。いい意味でも悪い意味でもストレートに来るよね。くっさもそうだけど。 あれはすごかったないやほんと動画に残したかったなあのシーンは <laughs> なかなかこう遭遇できないそうだね、うん、<laughs> やってって言ってやるもんじゃないからね,そう,ねそうなんだ,だからやっぱ常に回しときたいっていうのはあるけどサタ <laughs> リージョと一緒だねあそうねいついつ名言生まれるか分かんないからいい行きたいんだよねどこも行けないもんねほんとに行けないしかも一応 ビデオがあるんだよね動画があるんですけどなかなかちょっとね、うん、あの上げることができてないっていう編集、ね、作業ね誰がやるっていう話だしねでしかもあのね、うん、もう携帯あでもそっかそうねだから多分一回パソコンに落としてそ,そっから作業するんだろうけど、うん、なかなかね、うん なななかなか機械音痴なんでねこう3人とも人が揃ってね編集できるわけじゃないからね,、うん、そ,うねそうなのよ、ね、集まるっていうのが、ね、今は難し,よ、ね、難しいからねこれは来年はどうなってんだろうね,ね本当にうん,うん亡くなってたらねちょっとなんかあのー、ハワイとか行きたいねなんて話をしてたんですけどね <laughs> <laughs> そうあのうー絶対みっちゃんもおかぶれになるっていうねおかぶれ検証に <laughs> いや絶対にな,、ね、なるよ絶対なるよ絶対なるもうめちゃくちゃ楽しいから <laughs> 今行けないもんでそうね今テレビの BS で「うん、ハワイに恋して!」っていう番組があるんだけど <laughs> <laughs> それ真似したの <laughs> 真似し今ちょっと真似したんだけど <laughs> ハワコイっていう番組があって、そればっかり見てる今。情報だけは入れてんの、すごい。最新情報もちゃんと入ってんね。すっごいあの、夜のドン・キホーテとか、すごくいいですよ、みたいな。ハワイでハワイで。へぇ24時間やってるんだって。あ、そうなんだ。へぇそう、だからそこにパンとか持ってて、食パンがすごい美味しいらしくて。あら。 ちょっと食べてみたて日本とはまたちょっと違うん違うんですよへーあと ABC マートもあのなんか意外とデリが美味しいとか書いてあって ABC マートじゃないやえーと ABC ストアか ABC マートになったら普通になっちゃうね普通に靴普通になっちゃうね ABC ストアねあもういっぱいありますけどへえ。そうあとねどこだっけな ななんかなんとか大学ってところのキャンパスの中にあるレストランカフェが全部生徒で、うん、生徒たちが作ってるっあのコックさんコックさん中の料理人も生徒えすごいねそう調理師もみんな生徒、えー、で作ってるカフェとかがあってあらあすごい美味しい安くて美味しいんだって。 これも穴場だなと思ってちょっとチェックしてきました名前忘れちゃったけどまあまだね、いけないからそう。出くことになったね、名前ちゃんと忘れずに覚えときてそうだねやってるあれ太鼓太鼓買ったんだよね買ったんですよ、私、違う、えっと、えっと、えっと、コンじゃなくて今ンじゃないよ <laughs> もう、出てこなくなっちゃうんだよな、すぐ。あのー、足、筒…そう、そ,そうです、そうです、そうです。包みみたいなやつ。包みっていうか、<の>木、木の箱って感じ。<ー>もうどっちかっていうと。なるほどね もう本当に小ぶりのサイズ本当にインテリアにしても可愛いぐらいのやつでやってますよラジオに流れてくる曲にあっこれいけるかもって急に持ち出してやったりうちの旦那も突然サッて出してなんか叩き出したりとかして「何やってんだろうね夫婦で」って言っ大丈夫だ周りのあのね。 にならないんで、んまあ叩き加減にもよると思いますが。もともとの、あのー、サイズよりもちっちゃいのもあって、うん、そんなに。抱えられちゃうぐらいなんで。うんそう、あのどこでも広めする。そうなんだよね。うん、でね、しかもリズムしか叩けないからさ。うん あのギターとかがないってあんまりさ歌いにくいよねそうだねいつもだけじゃさ<あ><あ>叩きながら歌うんだうんとかできるけど<ー>ハワイアンミュージックみたいなそういうなんかあとかでももちろんウクレレとかに合わせてとかっていう感じうだからちょっとウクレレも買おうかなって今あでもウクレレはちょっとね惹かれるねそうアマゾンの欲しいものリストに入れてあるウクレレは <laughs> アマゾンの欲しいものリストって恐ろしいことになってんだけど <laughs> どんだけあんのよ <laughs> 旦。旦那、と共有してるんだけど、うんうん、急にあの。バレンシアアガの、あの。<laughs> トマトバッグが入ってたりして、<laughs> おいって,って言われて消せって言われる。<laughs> <laughs> 欲しいものリスト、<laughs> いいじゃんね、リストだからね。<laughs> そう、だから、いや、欲しいものリストだから、別にあの、気にしないで。<laughs> そこは無視してもらって構わないからって、で、いずれ欲しいなって思って、なんとなく思ってるやつは、ちょっと保存しといただけ。<laughs> アピールプレイだね。い<や>怖い、怖いって言われて。<laughs> 消せって言われる。<laughs> 来、来世でよろしくとかよく言われるね。来世でよろしく。来世でよろしくってよく言われる。<laughs> <laughs> だから、なんか、あの、もう、なんていうんだろう。 あーなんかこれ欲しいなーとかあれ欲しいなーって思ってたりすると、ね、だいたい来世でよろしくって <laughs> <laughs> いいなそれちょっといただこうえ誰に言うの,さの <laughs> 旦那さんにしかいないよね <laughs> 来世でよろしくって来世でよろしくってそうよく言われるんですよね <laughs> なんかでもリストはねリ、うん、ストだから大丈夫 そうリストだからね、うん、そうなんですよ <laughs> 車もね、なんかあ、最近ハリアかっこいいなとかさ <laughs> そう、あさみさん、大きいのばっかりくんだもの。そうねいや、なんか最近ほんとハリアかっこいいなって思うんですよ <laughs> でも前はフィアットが欲しかったの自分で乗るならフィアットが欲しいんだけどうん、うん、でもほら外車だからちょっともしかしたら燃費悪いかなとか、うん まあ、だいぶ変わってはいるだろうけどね、今のは。あ,あ、そっか。うん、そうだね。でも、たまにやっぱ街で見かけるフィアットは可愛いよね。うん可愛い,い。あ,あ、素敵。でも、中古でも二三百、二百 <laughs> 万。ね、もうちょっとか。するよね。うん、中古でそんぐらいするのかと思って。うん、でも、ハリアーとかもそうだよ。中古もっとするよ、多分、中古で。でハリアーはね、する、うん、でしょそりゃ。すごいよ。 人気あんのかなやっぱハリアってまよく見かけるもんね車で、うん、なんか欲しいなと思ってみっちゃんはある車車でいや私そ昔はそれこそさあの、フォルクスワーゲンのビートルが可愛い,いな可愛<ー>い,い,いいなってずっと思ってたけど、ねうん、もうビートルもないし、うん、かといってもうさ日産のマーチでもないなっていう。<laughs> <laughs> <laughs> それこそ燃費と維持費を考えたら K ですよねやっぱみんなそこね現実的な感じにでもうちの NBOX ちゃんはなかなか優秀子よ広かったよね広いでしょ社内はもうお気に入りで最近さああいうボックス系多くないスズキとかもさ K はねほとんどあのサイズがだからなんか全然 K っていう感じもしないからおしゃれなやつも出てきてるしね なんかおしゃれだなと思ったら鈴木なんだとか思ってこた間にうちねほんといつもね買いに行ってる声優ってスーパーがあるんですけど、うん、声優の前がねトヨタなんですよ、うんで。トヨタの展示車が今ハリアなの <laughs> 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 その前取るたんびにハ,ーーハリアかっこいいなって思いながら通りすぎるっていうね。<laughs> <laughs> <laughs> 私の朝のアラームでした <laughs> なぜ